キリンラジオ劇場。レモンライムの青い風、キリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場。柳沢君雄原作、河村達樹脚色、飛んだカップル。出演、神谷明、榊原郁恵、源田鉄章、尾身俊則、石原真理子、その他の皆さんです。ゆうすけ、お前とキューちゃんが一緒に住んでいるという証拠をつかんだぞ。キャプテン、これを学校側に知らせたらお前たちは退学じゃ。小田さん、まさか。安心せい、わしは可愛いケイちゃんや愛する部員を体制側に売ったりはせんわい。ありがとうございますキャプテン。だがしかし、若い男女が二人っきりで生活しているのはよろしくない。そこでわしも一緒にここに住むことにした。ああ、もうどうでも勝手にしろよ。こうしてまた一人小田キャプテンが居座って、またまた俺は地獄に突き落とされた。ああ、もう地獄じゃな、もう。ああ、やめとこ。わめくと余計に腹減るからな。黙ってても腹って減るもんだね。これ食べない？あ？あの時、俺の前に手作りサンドイッチを差し出してくれたのが、全学年のトップクラスの才女、杉村明美だった。今まで冷たい感じのメガネブスだと思っていた杉村さんと直接話したのは、あの日が初めてだった。あなた、かなり無理して生きてるっていう感じね。は？それ、どういう意味ですか？山場さんと何かあるんじゃない？おおお、これ私の直感だけど、あなたたちのクラスでの行動不自然なのよね。あ、ゆうすけくん、私の差し入れには絶対に手をつけないくせに、杉村さんのは食べてるの。あ、それとも請求書付きのお弁当？請求書？いや、その…キャプテンがうちに入り込んできてから、うちでも炊事洗濯掃除は全て当番制になっていた。炊事は K がやり、掃除はキャプテンのはずだったのに、腕力と体格をちらつかせて結局僕に押し付けっぱなし。俺は大家なのか駒使いなのか、とにかく立場はめっちゃめちゃだった。Kちゃんのお料理って最高。ゆうすけちゃんは食べないのかな？そうよ、どうせ2人分作るのも3人分も一緒なんだから、意地を張らないで食べればいいのに。うるさいな、俺は食べんぞ。その代わり一切食費も払わないからな。みじめね。ごちそうさまでした。さてと、今日の一番風呂は誰だっけ？はいはい、表によりますと水曜日はなんとなんと K 様の番であります。みっともね。なんだと？じゃあ私先に入らせてもらうわね。いってらっしゃいまし。まるで旅館の番頭みたい。てめえ、女の腐ったみたいにブツ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 と顎を砕かれたいのか。おいおい、逃げる気か。トイレ。飯は食わねえとクソっぱらか。出すばっかりで食わねえと死んじゃうぞ。トイレ。
トイレって言えば風呂のそば。あんにゃろー。ケイちゃん無事なのね。いやでもこの塔一枚隔ててケイちゃんがお風呂に入ってると思うだけで僕ちゃんの青春の胸と股ぐらが苦しくなるのよね。キャプテン。バカ。わしは覗いてなんかおらんぞ。この変態ゴリラ。何をこのクソバラ。やめてよあなたたち。わあ、バカ。裸で出てくんなよ。ゆうすけいるか。な、中山。けいちゃん。けいちゃんがなんでゆうすけんちに。しかも裸で。ゆうすけ、一体これどういうことなんだよ。ついに中山にまで見つかってしまった。そしてあの瞬間から中山もまた青春というモンスターウェーブに飲み込まれてしまったんだ。男の子いる？はい、います。どんな子？色が真っ黒でたくましくて、喧嘩が強くて。頼もしいね。名前なんていうの？小次郎っていうの。それでさ、小次郎くんもはるみちゃんが好きだって？もちろんですよ。いつも一緒に寝てるしね。そりゃまずいよ。でも毎晩ゴロニャンってすり寄ってくるから拒めないし。ごめんね。とっても可愛い猫なんですよ。ねえねえ。おっちょこちょいのお兄様にあげます。はるみの大切なキリンレモン。柳沢君雄作「飛んだカップル」の放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100-100番千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場の係までハガキでお申し込みください。レモンライムの青い風、キリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場を終わります。キリンラジオ劇場。レモンライムの青い風、キリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場。柳沢君雄原作、沢村達樹脚色、飛んだカップル。出演、神谷明、榊原郁恵、源田鉄章、尾身俊則、石原真理子、その他の皆さんです。
ケイちゃんと俺が一緒に住んでいることが長山にバレてしまった。しかしあの時のショックは僕よりも中山の方にダメージを与えてしまったようだった。ゆうすけ、ゆうすけ待ってくれよ。待ってくれったら。なんだよ。小田さん、ゆうすけん家を出たんだって。うん、いろいろあったからな。あのお風呂騒動以来、俺と小田キャプテンの間は最悪になっていた。そして俺はいつか小田を殴り飛ばしてやろうと密かに町のボクシングジムに通っていたんだ。そこで習い覚えたカウンターパンチが、ゆうすけてめえ、カウンターの威力は俺の思っていた以上だった。小田の顎の骨は砕け、俺の手もめちゃめちゃに。小田さんが出ちゃったらまたユースケとケイちゃん二人っきりに。中山、何が言いたいんだよ。僕ね、ケイちゃんが好きみたいなんだ。そんなこと俺に言うよりケイちゃんに言えよ。そうじゃなくて、ユースケもケイちゃん好きなんだろ。俺がケイを？そんなバカな。でも妙にあいつが気になる。それに小田さんが出て行ってからは余計にあいつと二人でいるってことが。ユースケ。うん。お願いだ、ケイちゃんと別々になってくれよ。そんなこと俺最初からケイちゃんに頼んでるよ。でもあいつが出て行かないんだよ。じゃあ小田さんの代わりに僕を一緒に住ませてくれよ。俺んちはホテルじゃないぞ。分かってるよ。 でも君とケイちゃんが一緒に住んでると思うと僕はバカ野郎、勝手にしろ。ユウスケ、すまん。どいつもこいつも俺とケイが同棲しているみたいに思いやがって。俺は大家であいつは曲がり人、それだけの関係じゃないか。でもじゃあ俺の中でモヤモヤしているこいつは何なんだよ。ゆうすけくん、杉村さん、どうしたの？焦っちゃって。いや別に。今日暇？もしよかったらうちに寄ってかない？すぐそこなの。うちに帰ってもどうせケイといがみ合ってるだけだし、それに中山まで入り込んでこようとしてるし、俺は杉村の誘いを素直に受けることにした。そして初めて知ったことなんだけど、杉村も一人住まいだった。しかも洒落た高級マンションで。そんなにしゃっちょこばってないで、ワインでも飲む？あの杉村さん、でもお酒。いけないかしら、勉強に疲れた時なんかちょっとね。さあどうぞ。ありがとう。おいしい。杉村さんの勉強ぶりはすごいからな。女の子のガリ勉って可愛くないわよね。あなたよく言ってたわよね、メガネブスって。いや、あれはさ、杉村さんのことじゃなくてさ。いいのよ別に、私もメガネってあんまり好きじゃないし、また度が進んじゃったみたいだし。勉強やりすぎなんじゃない？綺麗だ。メガネを外した杉村さんは、俺の知ってるあのガリベンブスとは別人のように美しく輝いていた。どうしたのよ、変な顔しちゃって。メガネ外すとおかしい？
うん、とんでもない。綺麗だ。ねえ、ゆうすけくん、キスしたことある？キス？そう、こうするの。杉村さんの唇が触れた途端に体中が爆発したみたいだった。それはワインのせいかもしれないけど、とにかく俺のファーストキスだった。でも杉村さんってわからない、こんなに頭のいい人は俺なんかも。もしかしたら杉村さんも青春というモンスターウェーブに巻き込まれてもがいていたんじゃなかったんだろうか。淡い思い出流れる季節、心の奥で響く、夜明けの海岸道路走りましょうよ。いえいえいえ、最高だよ。ほんと、あの、はるみちゃんさ、何？今オートバイの免許って難しいんだよ。大丈夫ですよ、オートバイなんて自転車のお化けだと思えばいいんだから。そうか、そうだよね、自転車のつもりだ。ちょっと待って、あのさ、何ですか？僕ね、まず自転車の練習しなきゃダメだ。だらしないお兄様にあげます、ハルミの大切なキリンレモン。柳沢君雄作、とんだカップルの放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100-100番、千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場の係までハガキでお申し込みください。レモンライムの青い風、キリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場を終わります。キリンラジオ劇場、レモンライムの青い風、キリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場、柳沢君雄原作、河村達樹脚色、とんだカップル、出演神谷明、榊原郁恵、源田鉄章、尾身俊則、石原真理子、その他の皆さんです。俺とケイちゃん、そして中山と杉村さん、小田キャプテン、いや、今を生きようとしているみんなが、わけのわからない青春のモンスターウェーブに押し流されていった。ゆうすけくん、昨日はどこに泊まったのよ。どこだって勝手だろ、いちいち君に知らせる必要はないだろ。そう、いいわ、私知ってるもん、杉村さん家でしょ。俺が杉村さんのマンションに入ったのを中山がつけてきて、ケイちゃんに知らせたらしい。卑劣なやつだよ、あいつは。でも、なんでケイちゃんがこんなことにムキになるんだろう。まさか、まさかケイちゃんが俺のことを。まさか。
田代、職員室へ付き合わんか。職員室って先生、うん、妙な手紙を受け取ったんでな、聞きたいことがあるんだ。手紙、それは俺と K が一緒に住んでいること、そして俺が杉村とも不純異性交友に走っていることなどをまるで見てきたように長々と綴ってあった。俺は退学を覚悟で事実であるところは認めて先生に相談した。先生は一刻も早く K を引っ越しさせることを条件に手紙を握りつぶしてくれた。手紙を書いたやつは分かってる、中山だ。何をするんだ、自分の胸に聞いてみろよ、スパイみたいな真似しやがって、この卑怯の卑怯なのはユウスケ、君の方じゃないか。俺が？そうさ、君は卑怯だよ。杉村とイチャついてるくせにケイちゃんとも一緒に住んでいる。こんなことな、普通の人間じゃできやしないよ。うるさい、自分のやったこと考えてみろよ。その言葉はそのまま君に返してやるよ。中山、中山が変わってしまった。げっそりと痩せこけて、目だけがギラギラと俺を見つめていた。そう、中山くんがね、私には信じられないな。信じる信じないなんて言ってる場合じゃないだろ。今回は先生が学校側には知らせないって言ってくれてるけど、中山黙っちゃいないぜ。友達をそんな風に言うのは良くないわよ。そんなことはどうでもいいんだよ。とにかく君を追い出すって先生と約束したんだから。でもなぜこういう風に一緒に住んだらいけないのかしら。私たち何もしてないのに。そんなことを誰も信じてくれないんだよ。俺だって、とにかく俺たちにとって良くないんだよ。そうね、私たち一緒に住んでるのにきちんと話なんかしたことなかったみたい。変に意識しちゃって。とにかくさ、君が出て行かないんなら僕が出てくよ。何も大家さんが出て行くことないでしょ。それとも杉村さん家に行くつもり。バカ野郎。ごめんなさい、私こんなこと言うつもりじゃ。私が出て行くわよ。電話よ。私が出ちゃまずいでしょ。当たり前だろ。あ、もしもし、田代ですけど。中山？家来てませんけど。え？家で？中山が家出を。あいつ、K を思う気持ちと自分の取った行動が空回りし始めてノイローゼになっちまったらしい。バカだよあいつ。俺はとにかく K と手分けして杉村さんの部屋を訪ねてみた。はい。杉村さんじゃない、一人住まいのはずなのに。どなたですか。あの杉村さんのクラスメートの田代と申しますが。あ、君の。ああ、ご存じなかったんですか。は？あきみはアメリカ留学に今日旅立ちましたよ。アメリカ？なんでみんな急にいっぺんにいなくなっちゃうんだよ。中山の家で、杉村さんの留学、そして K も出ていく。頼みもしないのに勝手に俺の前に現れて、いなくなるときはみんな一緒に消えちまうなんて。それじゃ俺はどうしたらいいんだよ。青春ってそんなに自分勝手なものなのかよ。僕は魂盗ま
キリンレモン。柳沢君雄作「飛んだカップル」の放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100-100番千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場の係までハガキでお申し込みください。レモンライムの青い風、キリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場を終わります。